耳で読む霊界通信小桜姫物語1その生い立ち聞き物語。私のように修行も中途半端で考えも足りない一人の昔の女がおこがましくもしゃしゃり出る幕ではないことはよくわかっています。でもこのようにたびたびお呼び出しを受け、ぜひ詳しい通信をと続けざまに催促を受けましては、ついついその熱心さに心動かされ、無下にお断りもできなくなってしまいました。それに神様からもせっかくだから通信してみればとのおぼし召しがありましたので、今回思い切ってお言葉に従うことにしました。私としては精一杯古い記憶をたどり、自分の知っていること、また自分の感じたままを作らず飾らず素直にお話しすることにします。それが少しでも現世の方々の研究の助けになるのではと考えます。どうぞあまり過度な期待をかけず、気楽にお聞きくださいますようお願いいたします。ただ前もって一つお断りしておきたいことがあります。それは私の生前の生活の模様をあまり根掘り葉掘り聞いてほしくないということです。私にはそれが何より辛く、今さら何の得にもならないので、自分の昔の身の上などちっとも話したくはありません。というかこちらの世界へ移ってからの私たちの第一の修行は、なるべく早く醜い地上の執着から離れ、少しでも現世の記憶から遠ざかることです。私たちはこれでもいろいろと工夫した結果、やっとそれができてきたところなんです。だから私たちに向かって身の上話をしろとおっしゃるのは、せっかく治りかけた心の古傷をもう一度えぐり出すような、ずいぶんむごい仕打ちです。有名の交通を試みられる人たちには、いつもこのことを頭に置いておいていただきたいと思います。というわけで、私の通信はだいたい私がこちらの世界に引き移ってからの経験、つまり誘拐の生活、修行、見聞、感想といったような事柄に力を入れてみたいと思います。またそれがこの道に携わる方々の私に期待されるところかと思います。もちろん精神を統一してじっと深く考え込めば、どんな昔の事柄でもはっきり思い出すことができますし、しかもその当時の光景までがそっくりそのままの形態を保って目の前にありありと浮かんできます。だって私たちの境界にはほとんど現在、過去、未来の区別なんかないんですもの。でも無理にそんなことをして足利時代の絵巻物を繰り広げてお目にかけたところで大した値打ちはないでしょう。現在の私は到底そんな気分になれないのです。とは言っても、今いきなり死んでからの物語を始めたんでは、なんだかあまりに唐突で、この世とあの世のつながりが少しもわからない、取り付く島がないと思われる方もあるかと思いますので、すごく不本意ですが、私の現世での経歴のほんのあらすじだけをかいつまんでお話しすることにいたしましょう。これも乗りかけた船、現世と通信を試みるものの逃れられない運命、豪かもしれません。私は実は曹州荒井の城主三浦道寸の息子、荒次郎義満という武士の妻だったものです。この世に生きた時の名前は小桜姫といい、時代は足利時代の末期、今から400年ぐらいの昔です。もちろんこちらの世界では昼夜の区別も月日の流れもありませんので、私はこれらのことをただ神様から伺って、なるほどそうなんだと思うだけのことに過ぎません。400年といえば現世では相当長い年月ですが、不思議なものでこちらではそれほどにも感じません。多分じっと心を静めて
無我の状態を続けている期間が長いせいでしょう。私の成果は鎌倉にありました。父の名は大江広信、代々鎌倉幕府に仕えた家柄で、父もやはりそこに勤めていました。母の名は袈裟代といい、加納家から嫁いできました。両親の間には男児はなく、たった一粒種の女の子があっただけで、その一粒種がこの私というわけなんです。だから私は子供の時からすごく大切に育てられました。別に可愛いというほどではありませんでしたが、体は大きな方で、それに健康でしたから、私の娘時代は全くの苦労知らずでした。ちょうど春の小鳥のように楽しいのんびりとした空気に浸っていました。幼い頃にはおじいさんもおばあさんも元気で、それはそれは目に入れても痛くないほど可愛がってくれました。天気のいい日などには、私はよく 2,3 人の腰元を連れて、長谷の大仏、江ノ島の弁天などにお参りをしたものです。寄せては返す七里ヶ浜の波打ち際の貝拾いも、私の何より好きな遊びの一つでした。その時代の鎌倉は、武家の屋敷の立ち並んだ物静かな、そしてなんだか武骨な町で、商店も品物は皆屋敷の奥深くしまい込んでありました。そういえば、私はつい最近ちょっとしたようで、こちらの世界から鎌倉を覗いてみましたが、赤瓦や青瓦で拭いた小さなお家がびっしり立っていて、そのケバケバしさにはすっかり呆れてしまいました。うっそ、あれが私が生まれたのと同じ鎌倉なの？私は一人そうつぶやいたものです。その頃の生活状態をもっと詳しく話してみてはとのご要望がありましたので、おしゃべりついでに少しばかり思い出してみることにしましょう。もちろん少しも順序だってはいませんので、どうぞそのおつもりで。